はい、ではお話をお伺いします。バンラル八戸の2021シーズンの新加入選手特集第1弾は、この選手が一番最初に入団が発表になったんですね。札幌大学出身の相田裕樹選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は始動した翌日1月21日木曜日のインタビューの収録です。さあ、八戸はすごい寒さと雪ですが、どうですか、相田選手にとっては。そうですね、まあ、札幌も雪は、うん、まあ、もちろんあるんで、はい、でもこっちの方が風が強いんで、あ、なんかこっちの方が寒く感じますね。うん、今日のトレーニングどうでした？いや、今日は比較的、まあ、そんな寒くはなかったんですけど、うん、まあ、昨日の方が、まあ、天候的にはなんか寒かったのかなっていう感じです。はい、本当、練習の行き帰りの路面とか水道管凍らないように気をつけてくださいね。はい、はい、さて、相田選手というとこれも伺わないといけないですね。山梨学院高校出身ということで、はい、はい、この間もうつい先日ですね、優勝、母校優勝おめでとうございます。ありがとうございます。試合はリアルタイムでご覧になってました？あ、見てました。あ、いかがですか、後輩たちの快挙については。やっぱり一試合一試合成長していくのがやっぱ見られた大会でもありましたし、うん、そういう後輩たちがまあ優勝っていうまあ結果を出してくれたことで、まあ、自分自身ももっと頑張らなきゃいけないなっていう、まあ、刺激にもなりましたね。はい、はい、さて、相田選手は、札幌大学からバンラーレに入団してくれたわけなんですけれども、その、はい、入団のきっかけっていうのはどういうところからだったんですか？きっかけはですね、あの天皇杯の時に、うん、LINE メール青森と1回戦でやったんですけど、はい、まあ、その時に、まあ、見に来てくださって、でその試合が終わってから、まあ、そういうお話が届いて、まあ、あのそのコロナの状況とかもあって、その練習には参加しないでの、まあ、内定が決まったっていう感じですね。試合だけでっていう感じです。いや、しかし天皇杯の1回戦でプレーしたピッチで、はい、そのチームに入団できるってなった時の気持ちいかがでした？いや、そうですね、まあ、すごく嬉しかったですし、まあ、この地でしっかり、まあ、試合に出て、まあ、チームの勝利に貢献しなくてはならないなというふうに思ってます。うん、天皇杯1回戦ラインメール戦先制、ね、したんですけれど逆転されて、はい、どうでしたか、あのゲームは。いや、あのゲームは、まあ、正直守備2失点ともまあ守備の、まあ、自分たちの責任ではあると思ってたんで、うん、まあ、そこはしっかり反省 しなきゃいけなかったですし、で、まあ、その後もいろいろ試合重ねていく中でそういったところはまあ改善されてたんで、まあ、あの負けがあってこそまあチームがいい方向に向いたのかなというふうには思いましたね。うん、スタジアムの印象いかがでしたか？そうですね、まあ、いい芝ですし、まあ、ちょっと風があったなというまあ印象はあったんですけど、まあ、すごいやりやすいピッチで、はい、いいです。3月、4月、5月ぐらいまでは風やばいので気をつけてくださいね。あ、そうなんですね。春先はもっと今よりやばいですよ。あ、はい、わかりました。気をつけます。試合もそうですけどね、練習も大変だと思うんで。そうですね。札幌大学というと川端監督ですね。はい、選手時代はラインメール青森でクズの監督の下でプレーされていた川端さんですけれど、どんな監督さんですか？いや、もうとにかく熱心で、まあ、熱い監督ですね。やっぱり常にもう何に対しても 100% でやってくれますし、まあ、相手の、なんていうんですか、相手の、その、試合前の、まあ、ミーティングとか、そういうのも全部一人で映像作ってとかもやってくれますし、だからそういう面ではやっぱり、まあ、何かの縁で自分もまあ八戸加入が決まったんで、やっぱりこの青森の地で頑張っていかなきゃなというふうに思いますね。バンラーレの印象、まあ、入る前とあと、まあ、昨日から始動したわけですけれども印象っていかがですか？はい、そうですね、まあ、その青森唯一の
まあ、J クラブでもありますし、まあ、そういった意味ではやっぱりあのサポーターファンの方もやっぱり温かく、まあ、応援してくれますし、で、まあ、こっちに来て、まあ、結構ジムとか行ってるんですけど、うん、まあ、そういった中でもやっぱファンの方々にやっぱ声かけてもらうことが多くて頑張ってねとか多いんで、そうですね、まあ、思ってた印象と、まあ、こっち来てからの印象、まあ、同じだったかなっていう感じです。うーん、描いていたのと、うん、ただその方々のためにしっかり勝利届けたいなと思います、うん、分かりました、はい、背番号昨日発表されまして48、はい、今いる選手の中では一番大きい背番号になったんですけれど、はい、これはどういう由来で選んだ番号なんですか？これはまあ希望で48出したんですけど、はい、大学時代にその公式戦じゃない今年からまあ10番つけさせてもらってたんですけど、うん、まあ、それまでずっと48番でやってたんで、あ、なんかその愛着というかが湧いてつけたいなって思いましたね。なるほど、そうですね、はい、J3 確か50番まではねつけることが可能ですからね。そうかそうか、わかりました。はい、まあ、昨日の新加入選手の会見でも少し伺ったんですが、改めてそのご自身のプレーの特徴や持ち味どんなところですか？そうですね、まあ、とにかくまあ、うまい、昨日もまあ言ったんですけど、うまい選手でもなければ、なんかテクニックでこう見せたりっていう選手でもないので、まあとにかくもうハードワークして、うん、で、まあどんどんアグレッシブに、まあ走ってっていう、まあ泥臭くやっていくっていうだけですね。うん、はい。なんかこう川端さんの教え、なんかクズノさんの求めるサッカーに通用しそうな、通じそうなところがありますが、クズノ監督は印象いかがでしたか？いや、そうですね、まあ、気さくに話しかけてくれますし、うん、なんかすごい親しみやすい監督だなっていうふうには結構まあコミュニケーションも取れてるので、うん、そういった意味ではいい監督だなっていうふうに思います、うん、はい。さて、サッカーとちょっと話が変わるかもしれませんけれども、相田選手の、はい、まあ、今後チームの選手プロフィールとかで公開されていくのかもしれませんけれど、なんかこう、はい、サッカー以外のな 趣味だったりとか、プライベートで、はい、ハマってることとか、はい、何かありますか？そうですね、まあ、サウナが好きなんですよね。おお、はい。で、大学時代から、まあ、結構行き始めて、うん、なんかその整うっていう長谷部長谷部選手ですか？そうですね、まあ、そのなんか整い方みたいなのもなんかこう分かってくるようになって、ああいいなって思ってからは、うん、もう結構、まあ、こっちに来てまだ行けてないんですけど、うん、そうですね、サウナが結構好きですね。あ、何分いて水風呂とか、そういうなんか何分何セットみたいなのはどういうルールが相田選手の中ではあるんですか？10分入って、1分水風呂で10分外気浴ですで、それ1セット3セットです結構タフですね。そうです、おそうですね、はい。サウナの時は何を考えてるんですか？何を考えてる、うん、テレビがあればテレビ見ますし、あ、まあ、正直結構暑くてきついんですけど、もう我慢します。八戸でもどっかサウナ行きました？いや、それはまだ行けてないんですよね。あ、なんでちょっと、まあ、時間もあれなんで、ちょっとバタバタしてるんで、まだ、うん、ちょっと慣れるまではって感じですか、ね、なるほど、そっか、はい、結構バンラーレに来て、まあ、この地域は温泉もたくさんあって、はい、朝早い時間から空いているお風呂屋さんが結構あって、あとちょっとこう三沢市方面とか十和田市方面とかに足伸ばして温泉巡る選手も今までいたので、じゃあいろんな選手から情報聞いて。そうですね、はい、そうします、はい、はい、そっか、わかりました。はい、じゃあサウナ活動もね、頑張っていただきたいと思います。はい、
さて、八戸で迎えるシーズンとなるわけですけれど、はい、今シーズンの相田選手の目標は何でしょうか。そうですね、まずまあしっかり試合に絡んで、まあチームの勝利に貢献するようにまあ頑張っていくわけです、うん、はい、なんかこう数字とかの目標は何かあったりしますか。数字、そうですね、出場で言ったら3分の2ぐらいは出たいですね。おー、はい、まあ圧倒的に新加入選手が多いのですごくメンバー争いも激しくなりそうですね、はい、そうですね、なのでまあもうそこはもう自分自身のまあやるべきことをしっかりやって、まあ、努力していくだけです。うん、わかりました。はい、じゃあぜひ、八戸のサポーターも相田選手が、まあ、あのきっと天皇杯もプライフーズスタジアムで見ていたサポーターもきっといるかと思うので、ぜひあの、はい、八戸のサポーターの皆さんに相田選手から一言メッセージをいただけますか。はい、そうですね、まずはしっかりチームに、まあ、馴染んで、まあ、あと開幕まで1ヶ月半ぐらいですかねあるんで、まあ、その、まあ、チームの中でしっかりコミュニケーションを取って一体感を持って、開幕を、まあ、まずはしっかり迎えることと、で、まあ、そこからの、まあ、シーズンはしっかりチームとしていい結果が残せるように、頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと寒さが厳しい中でのトレーニングが続きますけれども、体調や、はい、あの怪我には十分気をつけていただいて、はいはい、ぜひあの開幕戦のピッチに立つのをあの大学の同じ大学を出た者として祈っておりますので、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、頑張ります、はい、ということでバンラル八戸の2021新加入選手特集第1弾は札幌大学から入団の相田悠希選手にお話を伺いました。相田選手でした。今日はありがとうございました。ありがとうございます。